お盆明けの県内は危険を感じるほどの猛暑となりました。浜松市中区で今日午後 41.1 度に達し、おととし埼玉県熊谷市で観測された国内の最高気温の記録に並びました。浜松市の中心街です。今太陽は雲に隠れかけているんですが、それでもじりじりと照りつけてきます。空気が体にまとわりつくような暑さです。浜松市では昨日、天竜区で今年の国内最高気温を更新する 40.9 度を記録し、1994年に観測した県内最高の 40.6 度を26年ぶりに更新したばかりでした。暑いね、今年はね。マスクはどうですか？辛い。感じたことがない暑さなので、もう出るだけでちょっとやられちゃいますね。体力的にも、はい。ずっと北陸住んでたんで、雪国住んでたんですよ。それでもう、いやこんな暑いんだって思っちゃって浜松市中区高岡東の気象庁の観測点です。であちらのフェンスの向こう側にある、棒のですね、先についている筒状の装置、それが気温を測る機器だということです。観測点では気温のほか風速、雨量などを観測していて、データは24時間東京の気象庁に送られています。今日は観測史上最高の気温に並んだことから、観測機器が万一壊れていないか、静岡地方気象台の職員が確認に訪れました。問題なかったですか？さらに県内では浜松市天竜区で 39.6 度、岩田で38度など、県西部や山間部を中心に35度を超える猛暑日となりました。